インヤー湖は、ミャンマー連邦共和国ヤンゴンにある湖。ヤンゴン市内で最も大きな湖であるとともに、ヤンゴン市民のレクリエーション地域として親しまれている。湖は、ヤンゴン中心部から 10km 北にあり、北は、パラミ通り、西はピー通り、南西は、インヤー通り、南は、ユニバーシティ通り、東は、カワエーパヤー通りによって区画されている。 インヤー湖を取り囲む地域は、ヤンゴン市でも高級住宅街。ヤンゴン大学側と公園である南西園庭を除き、すべての園庭が、地となっており、ミャンマーで最高級の住宅地である。この湖岸の住宅街には、アウンサンスーチー邸宅をはじめ、ネビン邸宅、ザイビルマアメリカ合衆国大使館などが立地している。この湖へのアクセスは、 公園入り口のあるカバエパヤー通りが一般的であるが、ヤンゴン大学脇のインヤー通りや P 通りを使っても向かうことができる。池を徒歩で一周する。所要時間は2時間ほど。インヤー湖は1882年から1883年にかけてイギリス植民地政府によってヤンゴン市に供給する水を貯水する目的で建設された人造湖である。 インヤー湖は浮きにだけ川となる小川の周囲にあった丘をつなぎ合わせて作られた。インヤー湖からよりヤンゴン市街地に近い感動事故に水を供給するためにパイプやケーブルが付設されている。1960年に第2回極東地区スカウト会議がラングーン大学がホストとなって開催され、第1回極東地区専門スカウト訓練会議がインヤー湖キャンプで行われた。 1988年3月16日、8888 88、民主化運動に参加した2名の学生が殺されたのに、抗議し、学生デモ隊が、インヤーコ脇のプロム通りで、ロンテイン警察デモ鎮圧部隊と衝突。撲殺及びインヤーコに投げ込まれて溺死した学生が、多数出たとされる。インヤーコ公園ヤンゴン大学の隣15ヘクタールに、及ぶ土地が公園となっており、 大学生の間ではロマンティックなデートスポットと知られている。ミャンマーの若者文化を代表する小説、映画、音楽でも多く取り上げられている公園である。その他にも水泳、セーリング、ボート競技も行われており、ヤンゴンのプレミアセーリングクラブは、インヤー湖を拠点にしている。ありがとうございます。